新年ということで、清輝先生は一人お酒を飲んで荒ぶっておられるようです。というわけなので、先生の発音に関しては前半基本の調整でお送りいたします。先生の下っ足らずを担当しよう。それではお呼びしましょう。清輝先生、イエーイ、お前らの天下おお、今年も俺もやるで、やっほーい。全然この理由おごろ理由もう今夜は良いこと年手品。お前が寝ろ。いや、先生ないないない、先生一人だけお酒飲めるからってずるない。ゆきちゃんもじゃれ飲みたいの？ああ、もう始まってたよ。皆さんお代わりありませんか？本年も我が家 AHS 組もよろしくお願いいたします。っていうか、私はもう疲れてます。いろは姉さん、大丈夫ですか？清輝さん、えらく荒ぶってますね、去年の暮れから。実は主難。そうなんですか、厄介ですね。おとなしい人ほど、あれですもんね。あれ、あれです。じゃあ、それはパーカーです。うん、まあ、清輝は置いといてだね。ってちょっとミキ、さっきから何食べてんの？ん？お餅。お餅。あんた、アンドロイドなのに、お餅なんて食べて大丈夫なの？ん？ミキお姉ちゃん、お餅が体の中いっぱいにこびりついて、動けなくなるんだ。ん？え？うわ、あら。あー、なんだか思うように動かない。助けて。ミキお姉ちゃん！なんちゃって。のんのん、あたしやそこらのポンコツと一緒にしないでいただきたい。あたしは高性のアンドロイドなのだから、こんなお餅ぐらいで動へんな。ふわ。お姉ちゃん。どうやら本当にお餅に侵食されたみたいですね。さすが高性のなのであった。てなにいきなり語り手帳になってんの？ボイスロイドっぽさを表現してみました。ふっ。まともなのは私だけか。あ、いろは姉さんの足元にネズミが。にゃん。て猫違うわ。ちょっと何、僕のことが虫ですか？全然喋ってないし、振られもしないのですけど、ひどくないですか？今度は絡み酒。めんどくさ。あ、そうだ、気を出る。マスターが曲を作ってたじゃないか。音楽知識皆無で、おたまじゃくしを読むので精一杯なマスターが作曲ですか？うん、そう。とりあえず聞いてみますか。歌っちゃうね。おー、俺の性格を怪獣、誰かマスター止めてくれ。下からずだとか発音悪いとか、それはお前の船違いだろう。ない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 わ。これはひどい。あれですね、舐めてますね、いろいろと。何、先生が？うん、そうそう。あ、いや違う、マスターがだね。補足しますと、メロディをどうにか適当に考え、それから AHS で販売しているミュージックメーカーを使って、いろいろこれまた適当に音を乗っけて作ったそうですよ。実はまだ作ったものがある。え、いやだ、嘘、何？次の曲は、このソフトのソングメーカーなる機能を使って、自動で曲を作ってもらい、それに合わせてこれまた適当にメロディを考えて作ったものです。こっちの方がまだマシかも。ということで、ゆきちゃんどうぞ。こんな大人に囲まれて、私の将来絶望。子供も親を選べる。私も所属を選べなかった。ブラボー、さすがゆきちゃん、暗い歌が似合いますね。まあ、なんかいろいろ突っ込みたいけど、気を出る。あんた意味わかって褒めてんの？ゆきちゃんは歌が上手いですね。さすが僕の生徒です。僕の生徒というのは関係ないけどね。何気にゆかりん、バックコーラスしてる。その方が悲壮感が増すと思って。しかしマスターは、AHS の回し者か？セールをしてくれるから、こう、つい買っちゃうマスターがいるのであった。誘惑に弱いマスターなのであった。目的にも楽しかったのであった。ミキちゃんは可愛いのであった。どさくさに紛れて何言ってんの？っていうかこれ銀玉のネタのパクリなのであった。というわけで、今回は私が締めます。お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。なのであった。
ミキさん、それ。ん？あ、いいでしょ？ユカリンとお揃いにしてみたの。ジャージ素材のパーカーだよ。その耳、それって靴下。あ、これ？ウサ耳よくできてるでしょ？可愛いでしょ？っていうかぶっちゃけ靴下。しかもこのウサ耳、ほら見て、穴が開いてるでしょ？ポッケになってるんだよ。ポッケ。